さて今回の缶詰は鑑定第2弾ということで護衛艦マヤにやってきました。護衛艦マヤは最新鋭のイージス艦で、昨年の3月19日に横須賀に配備されています。こうして皆様にお見せするのは缶詰が初なんです。どうぞご覧ください。さて今回の缶詰はなんと最新鋭の護衛艦マヤにやってまいりました。本日エンジン起動を実施していただくのはこちらの方々です。ここは護衛艦のどういった場所なんですか？操縦室兼応急指揮所と言いまして、護衛艦の原動力であるエンジンや各種機器の運転監視を行う場所です。護衛艦のエンジンを起動してみたということなんですが、どこで操作するんですか？こちらのタッチパネル式の操作盤で確認し、号令によりエンジン、護衛艦では元機と言いますが、操作スイッチにより起動します。なるほど、最近の護衛艦は操作盤がいろいろと新しくなってるんですね。ところでエンジンはどこにあるんですか？エンジンは別の区画の控室にあります。それでは控室に案内しますので移動しましょう。せーの、こちらが機械室です。はい、マヤの機械室です。この画面上ではエンジンは見えないですね。エンクロージャーという囲いに覆われています。熱や騒音対策ですね。こちらがエンジンが入っているエンクロージャーで、これがマヤのエンジンです。護衛艦マヤにはガスタービンエンジンを2機搭載しています。合わせて6万9000馬力です。これはすごいパワーですよ。それでは操縦室に戻りましょう。せーの、それでは実際に元機を起動しますので、自動操作スイッチを操作してもらいます。私がですか？それでは、私が実際にエンジン起動をしてみたいと思います。それではこちらの急停止ボタンを右手で一瞬を止められるようにして、でこちらの起動スイッチを左手で握ります。これで号令かかりましたら起動します。了解しました。では運転指揮官よろしくお願いします。1号元起動。1号元起動。起動する。よーい、で今運転指揮官の号令で1号元機の起動スイッチを入れました。エンジンの圧力や回転数、温度などさまざまな計器の数値を監視します。安全にエンジンが起動するまで全く油断できません。ものすごい集中力ですね。操縦室からはエンジンのある機械室の様子も監視しています。一方機械室では起動中のエンジンの状態を隊員が目で見て点検確認します。1号元機起動した。異常なし。了解。